用意スタート、はい、今回紹介するのはこのジャン・ハボック少尉という方なんですけど、まあ、今回取り上げるのは女性運が非常に悪いというところで、ものすごく振られっぱなしなんですね。でそんな彼についに彼女ができるのです。ですごい喜んでるんです。でそんな彼女実はハニートラップだったんですね。あら、そう、情報収集するために近づいてきた女だったんです。けどハボックはとっても口が固いし、仕事とプライベートを分ける解消を持っていて、何にも情報が渡らなかったんです、うん、で結果戦うことになりまして、うん、この付き合っていた女に刺されるのです。でこの結果、この戦いでハボックは下半身風水になってしまうんですね。で全く動けなくなってしまう。で軍役はもう不可能だ。このその時の上司とのやり取りがとても泣けるんですが、うん、これもう俺は捨てていけと、置いていけと、もうお前はこんなところでとどまっている暇はないと話すんです。同情なんていらないぞと。ですると上司は分かった、置いていくと。で私は先に行く、置いていくから追いついてこいと言って。その見た目とかもそういう感じがいいの？その人もっとかっこいい人いっぱいいるでしょ。ちょっとほら顎もしゃくれてるし。でタバコはずっと吸ってんの？この人は。この人基本加えタバコをしてます。こういうのはいいの？ずっとタバコは嫌いです。やめてって言える？ハボックと付き合ってさ。そうだね、付き合って言えばやめてくれる人だと思います。いやこれだけは俺はやめられないんだ。これだけは俺はつけてハボック、 俺はタバコはやめられないんだって言うのに、あとは何でも言うこと聞くけど、例えばそう、でもデートしててさ、なんかこう誰かがこうちょっとこう悪い人が来た時にどういうふうな助け方を。橋本、この人はだって軍だもんね。そうですね、軍人でもありますし、レディーファーストなんですよ、とても、はあ、なのできっとそういう場面に出会ったら多分女性を隠してくれると思います、まず。で見えないようにして締めると思います。あなるほど。いいですか？どういったなんかある？聞きたいことあれば。デートに連れてってくれるとしたらどこですか？あもう場所か。ハボックどこ連れてこう。シーンで会ったのはレストランに行ってたりとか、うん、なんか花束を持ってこうレストランにで待ってるとか思います。でもずっとタバコ吸ってんでしょ？レストラン結構禁煙だよ。今ね最近。いや多分レディーファーストなので、うん、嫌だって言えば消してくれる。いやでもあんだけ加えタバコがずっとある人は。そうなんだよ、俺はレストランでも絶対言うよね。絶対言うよこの人は。